んにちは、中島設備の中島です。 YouTube この動画200万回再生突破いたしました。ありがとうございます。今日は結構質問が多かったので200万回超えたということで、質問コメントに少し答えていこうかなって思います。でも質問に土とか泥とか砂利じゃないのかっていうようなこと書かれてるんですけど、これは何になるんですか？まあぶっちゃけあれはうんこだと思います、はい、多少やっぱり泥とかも混じってるかもしれませんけど、まあ基本的にはうんちとトイレットペーパーとか、まあ、原因が何なのかってなればやっぱりトイレットペーパーとかになるので、あの中には多分うんちとトイレットペーパーかな。あとは質問が、これ薄いマスじゃないとかっていう書かれてたんですけど、そもそも薄いマスとかなんかなんとかマスってあんまりよく分からないので、その辺を教えていただけたらなと思います。そうですね、まあじゃあまず海水の構造からちょっとお伝えしたいと思うんですけど、図に書いてみます。で、建物もあります、道路もあります。で、こう公共マスっていうのがあるんですけど、あの第一マスですね、道路から一発目に入ってきて、道路に排水っていうのはこう流れてるんですけど、これを拾ってるマスが第一マス、そして宅地内にまずあります。で、ここがいろいろ市町村によって違うんですけど、結構こう道路にこう走ってる場合がありまして、これで雨、汚水っていう地域もあります。こんな感じで。でも今回は薄いマス、確かにあれ映像のところは薄いマスなんですけど、撮影の場所は、合流地域って言って、薄いと汚水を両方同じように流していいですよっていう地域なので、薄いマスも一緒に汚水マスの先につながってたり分岐されたところについてたりする場合があります。映像だけだとそういう判断になっちゃいますけど、その場所場所で一緒になっちゃってるマスもあったりとか、そういうことが存在するっていう。そうですね、まあ基本的に雨と汚水マスは別々なマスになるので、今回で言えば映像の場所はその先に汚水マスがあって、それが逆流しちゃって汚水マスの方まで全部びっしり埋めてしまったっていう結果なので、下がってる時はああいう風になるのはしょうがない現象です。なんかそこに行くことなかなかないって聞いたんですけど。そうですね、なかなか、まあご指摘、まあコメントにもあったんですけど、ここまでなって気づかないのみたいな、結構気づかないです。本当に流れにくいっていう風にならない限り多分住んでる方は気づかないので、そうなった時には多分もうああなってます、流れにくくなってきたな、なんかトイレが2回流しても流れきらないなってなってたら動画の状態になってると思うので、初めてそこに気づく。一般の方はだってまあ私たちも一緒ですよね、毎回見るわけじゃないんで、マスの中この中をね点検するわけじゃないので、住んでる方が点検するわけないじゃないですか。本当流れなくなった時に気づくっていうのはまあみんなそうだと思います。細菌感染とか大丈夫なんですかっていうのがあって、うん、どうですか細菌感染。僕らなんですけど、仕事なのでね、まあ、正直職人やってるとご飯食べる前に手を洗わないっていうのが当たり前にやることも多いので、まあ、そこはあまり気にしたことないですね、はい、免疫ついてみたいな、ね、まあよく風邪はひきますけど、こうなんですかね、そう細菌に触れる、一応手袋とかしてますって問題ない。いや、まあ、ここにマスクしてるわけじゃないけど、うん、まあ、手袋とかはしてますので、まあ、問題ないかと言われれば分かりませんけど、今のところかかってません。この仕事楽しいですかっていう質問が来てたんですけど、ね、皆さん一番なんか結構うんちなのかっていうコメントの次に多いのが、この仕事をやってる人神とか、こういう仕事あってやってくれるからありがたいとかコメントいっぱいいただいたんですけど、
どうなんですかね、うんこ汚いって私たち思わない水道屋さん、普段は嫌ですけど仕事っていうモードに入ると汚いなんて言う、まあ、結局言ってる場合じゃないっていうのがやっぱありますし、なんだろうな、感覚が違うんですかね。楽しいかどうかっていうと、その多分やってみなきゃわからないと思うんですけど、抜けた瞬間の爽快さ、あれ一回やっちゃうと結構癖になると思います。抜ける瞬間の音とか達成感みたいな、カレーを食べてたっていう経験もそんなと思うんですけど、申し訳ないです。その中に何かコメントありましたら、はい、カレー食べてた方はちょっとこれを見ながらカレー食べれない、まあ申し訳なかったですね。はい、すいません、ありがとうございました。はい、こちらこそご安全に。